皆さん明けましておめでとうございます。鬼韓国です。こちらの動画では今年の目標だったり、あとこの動画はね、私個人の目標とかそういうことになりますので、これをね見てくださる方っていうのは多分そういうことにもね多少でも興味を持ってくださっていると思っているので、ちょっとそういうリアルな気持ちだったりとか、こちらの動画は今までよりより本音でちょっと色々お話ししていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、まず去年ね1年本当にありがとうございました。私 YouTube 自体を一昨年から始めたんですけど、もう一昨年についてはもう何をねやればいいのかっていうのもちょっと分かんなかったし、20もできたばっかりだったっていうところで、もう楽しくはもちろんできたんですけど、どちらかというとなんかあたふたしたし、 YouTube にも全然慣れていなくって、どういう動画をどういう風に出したらいいんだろうとか、なんか編集もね全然できなかったりとかっていう感じで、結構ドタバタしてたし、なんかどうしたら本当に結構悩んだ年だったんですけど、去年に関してはちょっとやり方とかも分かってきましたし、なんか自分の好きなことをもっともっとやっていいんだなっていうことをねちょっと分かって、いろんな動画にもチャレンジしましたし、すごく楽しめてやれたんじゃないかなと思うので、良かったと思います。なので今年は本当にすごい楽しむことをやっぱり一番にしたいなっていうふうに思ってて、見てくださる皆さんを楽しんでもらうっていうのももちろん一番と同じぐらいなんですけど、でも私自身がやっぱり楽しく YouTube をやれるっていうのが、やっぱ見てて一番皆さんもね楽しんでくれるんじゃないかなとか、湧いてる姿とかを一緒に共有できるんじゃないかなって思いますので、とにかくね楽しくやれたらいいなっていうふうに思うのと、楽しくやるためにちょっとここから結構本音の部分になるんですけど、自分自身にもっともっと影響力をね持たせないといけないなというふうに思っていて、それは20で言ったら20の代表になるとかそういうことでは全くなくって、オタクとしては本当にもう皆さんと何も変わらないし、ただこうやって動画を発信してる人間っていうだけなので、そこはそういうふうに思ったと思ってほしくないんですけど、やっぱり大前提として一番ね楽しくできたのは YouTube とやっぱオタ活で、こうやってねたくさんの方に見てもらって毎日をね楽しく過ごせたことを、コメントだったりとか、もちろんね再生回数と同じぐらいコメントとかが来るわけではないんですけど、ただ実際に会った後輩とかも私の動画を見てくれたりとかしてて、なんかすごい見てますとかね言ってくれることもあったりとか、ライブとかでね声をかけてくださったりとか、そういう声とかを聞くと、あなんか本当にねたくさんの方が見てくださってるんだなっていうのをね実感できて、本当に去年すごいありがたいなっていうふうに思ったので、楽しむためにもっともっとたくさんの人に見てもらいたいなというふうにも思いますし、それと私あと YouTube と同じぐらいすごく好きなのが旅行だったりとか K-POP だったりとかが本当にねすごく好きなので、 YouTube 3年目になる今年はやっぱり積極的にいろんなことにねチャレンジしたいなっていうふうに思っていて、それはやっぱり旅行関連、まあ、今年は難しいかもしれないまだだけど、 K-POP 関連のお仕事とかもやっぱり私男女ともに K-POP はねすごい聞くんですよ。そして女の子のアイドルについては結構熱入れて応援することもね多いので、そういうなんか K-POP に関わるお仕事とかもしたいなって本当に思ってるんですよ。でなかなか私自分の気持ちとかを言い切れないところがあったんですけど、でもやっぱりやりたいことって伝えていくのがいいんじゃないかなと思うので、今年ははっきり言いたいなっていうふうに思います。ただこのやりたいことっていうのはやりたいからといってやれるものじゃなくって、やっぱりこの一人でできるものじゃないっていうところなので、やっぱ誰かに見ていただいたりとか、登録していただいたりとかしてできるものが本当にたくさんあると思いますので、やっぱりいろんなねやりたいことをやるために今のねままだと夢に遠いんだろうなっていうのをすごく感じることも多くって、なので本当に YouTube は楽しむっていうのが一番で、オタ活も楽しむっていうのが一番、そして楽しみつつ夢にね少しでも近づけるような1年にしていきたいなっていうふうに思っています。そしてただねそれを皆さんにお願いするんじゃなくって、やっぱり自分に甘くない1年にしたいなっていうふうに思っていて、去年も動画ねすごくたくさん上げていて、実はこの動画が1000本目の動画なんですよ。で1年半で1000本の動画って割と多いんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、毎日っていうのはもちろんなんですけど、それ以上に動画をアップしてきて、あんまりそのイベントのね日とかも関係なくね上げ続けてきたので、この活動 YouTube が私にとって一番楽しい活動だったんだなっていうふうに思えたし、やりたいことはねとことんやって本当に甘くなく自分に厳しく今年はね頑張りたいなっていうふうに思います。そのために韓国語ももちろんもっともっと勉強したいし、韓国
国のドラマとかあんまり見てなかったりもしたんですよ。だけど今年はそういう韓国に常に触れるっていう意味でドラマとかそういう動画とか韓国の方の YouTube とかもそうですし、もう積極的にもうたくさん見て、なんか自分に取り入れられるものとかあったらいいなって思うし、頑張って、はい、行きたいなっていうふうに思います。そして最後にね、やっぱりこれはお話ししていかなきゃいけないなということでお話しするんですけど、私今年もいろんなアイドルグループの動画をね出していこうと思っていて、全部ねそれを皆さんに興味ないのに見てとは言わないんですよ。それはやっぱり興味のあるものを見ていただけたらなっていうふうに思うんですよ。ただ去年やっぱり思ったのが、準備期間中とかってどのアイドルにも必ずあって、特に韓国のアイドルだと本当によくあることで、日本のアイドルって常にテレビに出続けてるけど、韓国のアイドルとかって結構準備期間を経てそこで本当にいいものを作ってから出すっていうものが多いじゃないですか。で NiziU に関しても結構準備期間長かった気がするんですけど、でもその分もう YOU を出した時のもう本当にもうあの爆発力っていうものはすごかったと思うんですね。なのでその期間中も私はやっぱりね、準備期間も楽しみたいですし、もともと好きだった K-POP を楽しむ時間にするのもいいんじゃないかなって思っているので、今年もたくさん取り上げていきますし、まあ、このグループはもうめちゃめちゃ本気でお金もめちゃめちゃかけて押すっていうのもいいし、でこのアイドルはなんか番組とかでライトに見るぐらいに好きとか、そういうねなんか自分の中であっていいと思うんですよね。それがオタ活だと思うし、私も音楽番組とか新曲を出したら見るアイドルっていうのもね たくさんいるので、このアイドル文化っていうものに関してたくさん皆さんにお伝えしたいですし、やっぱね個人的に好きなようにオタ活してほしいと思いますので、なんかそのやり方にとらわれないというか、絶対一途にこのグループ押してねっていうのも違うし、全部このグループもこのグループもいいから押してねっていうのはねもちろん違うと思っているので、それぞれが好きなねスタンスでいていただけたらなっていうふうに思うんですけど、私はそういう感じで楽しくオタ活していく動画をねアップできたらいいなっていうふうに思っています。ただ思うのが、私のこのチャンネルでは私が本当に好きなものとか本当にいいなって思ったものを去年からねずっと紹介していると思いますので、見て損はさせない動画、そして見ていいなと思って毎日のそのスパイスになるようななんかお肉の動画見て、あこんなこともあるんだなとか、ちょっとねなんか暇つぶしにもなったりとか、なんでもいいんですけどそう思ってもらえるような動画を作りたいなっていうふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、ということで最後に私が皆さんに言いたいのは、皆さんと2022年も一緒にオタ活ができることを楽しみにしていますので、よろしくお願いします。そんな感じでちょっと長くなっちゃったんですけど、たくさん自分の気持ちとかをね言える動画とかもまあたまにはいいんじゃないかなと思いましたので、今年はやりたいこと、そしてコラボとかにもね挑戦していきたいなっていう気持ちはあるので、ちょっと私人見知りだしあんまりなかなか知り合いがいないんですけど、でもそういうことにも積極的に挑戦はねしていきたいなっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。そんな感じで次からはね普通の動画になると思うんですけど、楽しくオタ活しましょう。そんな感じで今年もよろしくお願いします。それでは